ありますか。まあ得意はね、女性をコスプレさせるの大好きです。ただまあもっぱら僕家早から。どうでもいいもん、カフェは。ちなみに好きなコスプレは何でしたっけ。チアリーダーです。そうなんです。これで家行ってクローゼット開けたらポンポンが6つ出てきました。ポンポンで何やったんですか。そう、応援してもらう。これもやっぱり職でパワーくれますから、そのためのチアリーダーやから。でもファンモンさんのライブ、すごい分かります。ライブもパワースポットですよね。そうなんですよ。でファンモンには真ん中にケミカルさんっていう神様がいるんですよ。触らずにこうやってる人です。そうなんですけど、ケミカルさんすごい DJ さんなんですよ。あ、そうなのに、そこを隠して神様じゃないですか。だからもう神々しいですよね。神聖な場所。はい。ファモンの曲の中で、はい、どの曲が好きなんですか。私ですか。うん、曲あるんですよ。もうどうしようもない好きな曲が。うん、何ですか。桜です。桜って。あ、それって僕が PV 出てる。していくなよ。癒しアイテムで比べてみました。あ、海の常に持ち歩くもので比べてみました。嵐隊長。持病で比べてみました。全然違うやん。全然違う。昔のあだ名で比べてみました。やだやだ、やめてよ。あれそれかわいい。一人おかしいね。大切にしているお守りで比べてみました。